どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は僕の失敗談がなんかお役に立てればいいなと思ってちょっとシェアしてみたいと思います。そう、僕実はですね、平成27年の12月28日に300万円の融資を、まあ借金ですよね、したんですよ。日本政策金融公庫っていうところからお金を借りたんですけども、こんな感じで毎月の返済プランっていうのがあります。僕の場合8万4000円からスタートして8万9000円とか9万円とか、まあ大体ほぼ9万円をちょっとずつ返していきましょうねみたいな感じでした。で、その支払った月は1234ってチェックを入れてったんですけども、1年と半分経った頃くらいからそのチェックがなくなってまして、この線が入ってるんです。で、この線が入っている時に今回シェアするプロミスカードっていうものに出会いました。そもそもなんで300万も借りたのっていう話なんですけど、まず僕は会社を辞めて起業して、でその時っていうのは20万円の軍資金しかなかったので、まあそれでまあ輸出をちまちまやってましたと。でそれがちょっと軌道に乗っていった時に、その先輩からその輸出を拡大させていくため、事業を拡大させていくために銀行からお金を借りるといいよっていうふうに、まあ勧めてもらったんですね。でその当時っていうのは、まあ先輩の言うことはもう絶対って感じで全部聞いていたので、わかりましたっていうことで、もう1週間後に借りたっていうような会員なんですよ。で確かに最初の方は借りたお金でどんどん仕入れをしていって輸出がどんどん拡大していきました。でもまだ残りこれだけ返さなきゃいけない、で毎月9万円をコンスタントに返していくっていうのがものすごいストレスだったんですよね。なんか家2つ借りてんじゃないかぐらいの感じでの感覚になったんですよ。なのであれなんかおかしいなと、利益は上げてるんだけども支払う額、コンスタントに出ていく額がまた増えたぞっていうような感覚になって、すごく違和感があったんですね。当時の違和感っていうのを先輩に相談しても意味がないわけなんで、その先輩とは全く関係のない人に相談したんですよ。でその人は、アフィリエイトで成功している人で、で無借金経営がもうなんか座右の銘みたいになってる人だったんですよね。なので僕もあなたみたいになりたい、その借金を早く返したいですっていう風に相談させてもらったんですよ。そしたら、あ、今回のプロミスカードをじゃあお渡ししますっていうことでもらったんですね。なので今回この動画でシェアしていようと思います。今から5つの質問をします。あなたが何かお金を使う、決済をする、何か購入をする、ショッピングをするときに、今の5つの質問にちょっと答えてみてください。はい、まず1つ目はですね、最低30日間待ちましたか？はい、最低30日間待ちましたか？2つ目、この買い物で誰も損をしないか？この買い物で誰も損をしないか？3つ目、これは欲しいではなく必要か？これは欲しいではなく必要か。で、4つ目、これを買うことで他の投資よりもリターンは大きいか。はい、これを買うことで他の投資よりリターンは大きいかですね。で、最後5つ目、自分は1年後この決済したことを正しいと思えるかどうかです。はい、いかがだったでしょうか。あなたがこの決済だったり申し込みだったり購入だったりショッピングをするときに、この5つの質問にぜひ答えるようにしてみてください。そして全部がイエスになったら、払う、申し込みする、購入するっていうことをすると、どんどん貯金体質、そして投資体質になっていきます。で、僕はそれを教えてもらった時に、その今言った5つの質問をこのクレジットカードと同じ大きさのやつに5つの質問も書いておいてくださいと。で、クレジットとか銀行のキャッシュカードのところにこう入れておいて、で、このなんか支払いをするとき、クレジットカードを出すなときに、クレジットカードじゃなくてプロミスカードを出すっていう。で、自分のこの5つの質問に答えて、もし全部イエスだったら払うっていうことをし始めたんです。そう、その当時はもう徹底的にやってましたね。で、そしたらその3ヶ月後ぐらいに10万、20万、30万、40万って返していって、最後はもう一気に150万でボーンって返せるようになったんですよ。で、なんでそういうプロミスカードに応えていくと貯金体質、投資体質になるんですかっていうと、まあ、ちょっとずつメカニズムっていうのはありまして、その僕たちがその購入をするときっていうのは、トランス状態になってるっていうその心理状態があるんですよ。で、どういうことかっていうと、想像の世界で、まあ、これを買ったら、こんなにハッピーな状態が起きるっていうのを自分の頭で勝手に想像するんですよね。で、買わずにはいられなくなるっていうことはあるんですよ。まあもちろんそのマーケティングだったり広告だったりセールスマンだったりっていう人も、まあその明るい未来を想像させて、こんな未来になりますよっていうのを想像させてトランス状態にさせてるわけなんですけども、なんでポイントは感情的に買わないっていうことなんですよね。例えばこの車、ちょっと僕のじゃないですけども、この車を買うってなった時に、多分このオーナーさんもすごいワクワクした気持ちで買ったと思うんですよね。これを車を買って、例えば見せびらかしたいとか、この車を買って
ってあんなところに行けるこんなところに行けるとか、例えば家族を乗せてなんか旅行行ったら楽しいだろうなとか、いろんなことを想像しながら買ったと思うんですけど、でもそういった感情を冷静にさせるためにプロミスカードに答えていくと浪費がなくなって全部投資になります。なのですごくリターンが大きいものになっていくっていうことなんです。本当にこのプロミスカードを教えてくれてありがとうございますっていう感じですね。はい。なので、今回シェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。はい。この動画を見てくれている人が、もし、ちょっと自分、なかなかその、お金が増えないんだよね、とか、なかなかその、どんどん出ていっちゃうんですって思ってる方はですね、今回のプロミスカードに答えながら、ぜひ、2週間ぐらい過ごしてみてください。コンビニで100円のガムを買うときも、これは1年後、僕はこの決断してよかったかどうか、みたいなことを答えるわけですよね。でも最近、僕も、犯罪ルーティーンだったりとか、そんなきちきちってやりすぎてもストレスになっちゃうというのは自分でも分かってるんで、その100円のアイスとかは別にいいと思うんですけども、でもその大きい買い物をしたりとか、なんかその、こういった車とかですよね、買うってなった時は、これ僕のじゃないですけども、その買うってなった時はちゃんとこういつもプロミスカードに答えてっていうことでやったらいいと思います。はい。ということで、今回、簡単にシェアしてみましたけども、かなり強力なので、ぜひやってみてほしいです。この辺で動画は以上とさせていただきます。ということで、今回のお話がちょっとでも面白かったで、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい。ということで、今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。